あの、最近ね、あのー、あ、そうそうそう、そう、その、また成人式の話に戻るんですけど、ま、茶室でまあ、あまりにも暇だったし、あの、ちょうどまあ、私たちの家族はソファー席に座らせていただいてたので、そこにあの雑誌がいくつか置いてあって、写真館なんで、まあ、成人式の本はもちろんですけど、結婚式にまつわる本も置いてあってですね、まあ、ゼクシーが置いてあったわけですよ。記念写真用に、やっぱりほら、ドレスとかのレンタルも行ってますから、 そういう感じでね。はは、暇すぎて、もうゼクシーでも読むかと思って、もう、もう、何ですか、結婚の予定なんて1ミリもないけど、まあもう、時間がさ、あまりにも余ってるし、もう、見るものもないし、なんていうんですか、もう、あの、キョロキョロしたって、あの、成人式の写真しか飾ってありませんから、<laughs> 妹は自分の写真を選んでるし、もう家族もそっちに付きっきりですから、私はほっとかれてますから、 やることないですから、ゼクシー開きました。ゼクシーの分厚さにまず驚く。なんだこれはと思って。まあ、例えばですけど、舞浜とか、なんかエリアごとに分かれて横浜とか。でもそれも、もう、本当に式場って死ぬほどあるのね。びっくりしましたよ、私は。こんなにあるのね、世の中に。だからさ、あのー歩、歩いてたら、 あの、そ、3分に1件はあるんじゃないかぐらいの感じだよね。横浜とかさ、歩いてたらそこら中に実はあるのよ。広宴とかできる場所が。びっくりしちゃったよ。でまあそんなの見てて、まあ、全部現実味を感じませんでしたけど、私は。あの、これをね、でもどこもいいわけよ。ここも可愛いな。なんかマカロンのタワーがあったりとかね。 お花のブーケがさ、全部に飾ってあったりとか、あ、プールがあるここはとかさ、でもこんなのさ、実際結婚するってなった時に、1ページ1ページじっくり見てたら、結婚できないよ、これ。結婚遠のくばかりだよね。ただまあ、決めてないです、どこにするか。結局決まんないの。もう、全然見切れないからマジで。もうね、選択肢が多すぎて、半分も読めてないから、その待ち時間に。あまりにも暇だったけど、すごいよ、これ。だから花嫁さん、マジ尊敬する。 だって、ここの中、死ぬほどの中から、決めて、下見に行って、結婚できたわけでしょ尊敬したね。この中から自分のベスト選べるっていう。優柔不断だったら、ほんと一生結婚できない。もうね、どこにするか迷いすぎて、あの、違う意味でマリチブルーになるね。式場が決まらないっていう。でもそういう人いるかもしれないなと思ったら多すぎて。で、目移りしちゃうね。